定常状態のシュレディンガー方程式、まあ、だから領域で言うとここだね。今粒子が存在できる場所ってここですよね。ここですよね。今粒子が存在できる場所ってここですよね。じゃあこの式何回も書いてるけど、この式今これ1しかないよね、 x しかないよね、時間 t がないよね。だから別に変微分じゃなくても別に普通の微分 d でやってもいいです。どっちでもいいです。うん、書いておこうか。今 t がないから、はい、一応書いておくね、これね。はい、ここでちょっとこんなことをしてみましょう。まあちょっととある定数 k を導入してみます。はい、と置いてみましょうね。 k イコール h、ルート h バー2乗分の 2me と置いてみましょう。そうするとはい、こう書けるよね。この式っていうのは k を使って書き直すと、まあ、こういうふうに書けるよね。じゃこれを満たす解を考えてみようか。これを満たす解、この式を満たすようなプサイってどんなんがあるかなって感じなんでね。 x で2回微分してあげたらこういう形になる。何があるかなって考えると、まあ指数関数だよね。こんなやつ C っていうのは何かしらの定数ね、定数ね。まあ指数関数が満たすんじゃないかと、こういうね形。ちょっとまあここラムダって置いてるんだけど、ここのラムダに何が入るかっていうと、ここラムダっていうのはプラスマイナス IK ってやつだねが入れば、まあこの式、この式を満たしそうだと。この2つが解となるんだね。でちょっとこれ数学的な話なんだけど、まあ、この2つが解ということは、その線形結合も解となると。なので、まあ、一般解と、数学の話なんだけどね。はい、となるね。そうそう、まあ、ちょっと囲っておこうか、これね。はい、これが一般解ね。この式を満たすプサイの解、一般解っていうのはこういうふうに書けるよねと。でここにある A と B っていうのは定数だね、2の定数。ただし量子力学っていうのは複素数だったので、まあ基本的には複素数の定数だと。まあとにかくこれで一般解が得られましたと。じゃあ次何するかって言ったら、この A と B がどういうものなのかなっていうのを今定数で置いたんだけど、これが A と B がどういったものなのかなっていうのを今から求めていきます。まずは一般解を求めると。で次に境界条件っていうんだけど、これを考えましょう。じゃあ境界条件ってなんだよって話ね。これでさっきのポテンシャルの図に戻るんだけど、領域1と領域3ね、この領域1と領域3ね、ここでは粒子って存在できないんだよ ね。粒子が存在できないんだったね。ってことは粒子が存在できないってことは波動関数プサイもうゼロなんだよね絶対。ちょっとごめん上やるね、ごめん、ね、一瞬ちょっと上やるね。境界条件って言ってるから、ここのことなんで、この境界ね、領域1と2の境界がここだよね。そしてここが領域2と3の境界だよね。だからここの、条件を考える。それが境界条件ね。ということは、プサイ0っていうのと、プサイ L っていうのは、0にならないとダメだよね。これを満たさないといけないと。これを1番。1番つったらさっきのこの一般解の式ね。こいつね。この式に貸してみましょう。考えてみましょうか。じゃあまず x イコール0の時考えてみようか。プサイ0イコール0だよね。でここの x に0入れてみようか。でここの x に0入れてみようか。そうすると e の0乗
ていうのは1だよね。こっちも0乗になるよね。 E の0乗っていうのは1だよね。ということは残るのは A プラス B だよね。なのでまずこれを満たす A と B の条件としては、まず A と B の和が0じゃないとダメだというのがまず一つ目の条件が出てくるね、ここからね。じゃあ次に X イコール L の時考えてみようか。でこれそのまま当てはめていくよ、代入していくよ。はい、じゃあ今度丸2、丸2ってこれね、まあ、これは簡単だよね。これより A イコールマイナス B にならないとダメだよね。これが一つ目の条件ね。これが条件1ね。ちょっとまあ 色分けしとこうか。これが条件1なんだよね、これがね。そしてこれ何回か前の授業で紹介したと思うんだけど、オイラーの公式ね、これももうパッと、ね、出るように覚えてください。これもね、 E の i シータ乗っていうのはコサインシータプラス i サインシータね。これも覚えてください。もうねパッと出るようにしてください。これもちょっと大事な式だから囲っとくね。でこのオイラーの公式を使って丸3ってこいつね、こいつを書き直してみようか。を書き直してみると、丸三の左辺ね、丸三の左辺、A かける E の IKL 乗ね、はい、これどう書き直せるかなって話だよね。これオイラーの公式使って書き直してあげると、A かっこコサイン KL プラス I サイン KL と、でこう書き直せるよね。じゃあ B の B かけるE のマイナス IKL 乗、こっちがこれだね、これも同じようにオイラーの公式を使って書き直してあげると、はい、これを書き直してあげようか。 B の、E、B かける E のマイナス IKL 乗っていうのをオイラーの公式を使って書き直すとこういうふうになるんだね。でこいつをさらに書き直すとこうなるの分かるかな。まず B っていうのはここだね、符号が反転するんだね。 A に直したときは符号が反転すると。でここコサインマイナス KL 乗、要はこんなん覚えてないかな、コサインマイナスシータイコールコサインシータっていう公式あったよね。でそれと一緒でサインマイナスシータイコールマイナスサインシータってあったよね。この公式あったよね。だこれ使ってこの中のマイナス取ってるだけね。ということなので、丸三式っていうのは、はい、こう書けるね。丸三式っていうのは、こいつだね。あ、ごめん、ちょっと上やるね。こいつ、A かけ E の IKL 乗足す、B かける E のマイナス IKL 乗。で、これを、こいつと、ね、こいつ足し算するんだね。そしたら、出てくるのは、2AI サイン KL ってやつだね。出てくるのね。でこいつが0なんだよね。じゃあこの 2AI サイン KL、 これが0にならないといけないんだね。じゃあこれを満たす式って何かなって考えて、要はサイン KL が0にならないといけないんだね。サインが0になるときっつったらこう書けるかな。 K イコール L 分の πn、 この n っていうのは整数ね。で N っていうのは 1,2,3,4,5,6 っていうね、いうふうに続いていくよね。ちなみにこの N っていうのは何回も出てきてるね。これこの N っていうのは量子数だね。ちなみに0がない理由なんだけど、0がない理由ね、別に0でもいいじゃん。サイン0って別にいいよね。サイン0イコール0だよね。だったらここ0でもいいんじゃないのって話なんだけど、まあ、K は一番最初に定義したんだけど、K っていうのはこうだったよね。 K イコールルート H バー2乗分の 2ME だったね。なので必ず K って0よりも大きいんだよね。だったらまあ0は満たさないよね、この式ね。はい、これが条件ですね。これが2つ目の条件。
まあ、これも何回も表現で出てきてるんだけど、これって不連続だよね、飛び飛びだよねの値になるんだね。 K っていうのは飛び飛びになると。よって丸1は、丸1ってもうちょっと上に書いてあるんですね。この一般解って書いてあるんですね。はい、よってその一般解、さっきの一般解、丸1の一般解をこの条件使って書き直してあげるとこうなるね。量子数 N があるからちょっとプサイ N って書いてるけど、ね、これがこの式の解なんだと、このシュレディンガー方程式の解だと。はい、最後エネルギー固有値、これちょっと N 添え字ね、これあの量子数 N があるからちょっとそれを区別するために添え字ね、これ、まあ、この式ね出てくるね。これまでのやってきたことから、まあ、K ってこうだよね、 K ってこれだよね。で K っていうのはルート H バー2乗分の 2ME なんだよね。でちょっと量子数 N をちょっと添え字つけて書いてあげると、エネルギー固有値っていうのは2ml 分の h バー2乗 π2 乗 n との2乗と書けるね。これがエネルギー固有値 の解だね。最後この c って何だよって話だよね。 c まだ求まってないじゃんって話よね。まあエネルギー固有値がこうなるのは分かったと、こうなるのは分かったと。で ψ n っていうのもまあサインの関数なるのは分かったと。最後この C を知りたいよね。最後に規格化条件考える。規格化条件って何だったかっつったら、これを計算してあげる。で今存在する場所っていうのは0から L だよね。はい、なので積分してあげましょう。これ積分してあげると L 分の2ですね。でここでさ、ちょっとこんなこと思った人いない？おいおいと、これ複素数ちゃうやんけと思わんかった？お前さんざん複素数言ってきたやないかって思わんかった思わんかったかな。うん、あのそうなんですよ、はい、これ実数ですよね。これ L って、まあ、あの幅だよね、幅だよね、うん、だからこれ実数だよね、複素数じゃねえじゃんって話よね。なんだけど量子力学でこういうルールというか話があって、はい、こういう話があります。同じ確率を与える式は区別しないと。はい、どういうことかって話だよねこれ。まあ例えばね、例えばこんなことやっちゃってもいいわけですよ。 E の Iθ 乗をかけると。でちなみにこれってあの位相因子ってやったりするんですよ。この E の Iθ 乗、これ位相因子って言って、でこの θ のことを、まあこれはわかるかな、位相だね、位相で、これやっても同じなの分かるかな、これ。これ、C の2乗考えてみようか。この C の2乗考えると、まずこの L、ルート L 分の2は実数ですよね。で、これはこのまま2乗してあげればいいと。で、E の Iθ 乗っていうのは、ここ複素協約取るんだね。2乗の場合はね。複素協約取って掛け算するんだね。だったらこれ結局一緒だよね。こいつを単純に2乗した場合と、同じだよね。これ何が言えるかっていうと、だから別にどっち選んでも一緒じゃん。この形でも一緒だし、この形でも一緒だよね。だったらもうこんなもん別に書かなくてもいいよっていうのが、この一行が指す意味ね。ということで今回はこれを使いましょう。はい、というわけで、まあ、以上まとめると、はい、これが解だね。